して近年ドラゴンズは球界を代表する選手がよく来てくれてますけれども、ね、涌井選手、長津坂投手もそうでした、はい、そういった方が来るときの、来たときのチームの雰囲気ってどうですか、変わるものですか、どんな影響が。そう、まずみんな聞きたいっていうね、はい、やっぱり日本のトップを長年振ってた、それこそ涌井投手って言ったらね、ダルビッシュ投手とか、田中マー君とか、ね、杉内君とかね、ああいうスーパーエースの一人で、パ・リーグの当時のね、一人なんで、いろんな経験してるし、ああいうその話ってのはね、みんな、聞きたいですから、だからこの中田翔選手が来てね、当然、侍ジャパンでも長く活躍しましたし、タイトルなんかも取ってるし、石川昂弥とかね、ああいう細川君とかね、ああいう選手たちがいろんなこと聞いて吸収して、そして二軍にいる、ね、まだ名前も出てない選手たちも中田翔選手を、ね、見ていろいろ感じることがあったらいいのかなというふうには思います。中島博之選手も入りますもんね。中島がね、はい、いやこの選手は本当に勝ち気でね、すごくいい性格の、ね、はい、選手で、そうですね、本当はね、今ね、もともと西武大学時代はショートやってたんですけど、今どっか守れって言ったらファーストしかないんですよ、ね、で今ファーストは大渋滞してるんです。ですね、先ほど中田翔選手が来て、本当はビシードっていう選手がいる、そうですよ、ビシード選手が日本人になりましたけどいるんですよ、ここにね。その後に中島選手というね、もっと言ったらキャッチャーの宇佐美捕手もバッティング調子いい時はね、はい、ファーストで使いたいって去年もそういう起用があったんですけど、そういうこともあると思いますんで、そう考えるとファーストが渋滞してるんで、ね、中島選手もあと何十本かで名球会に入れるだろう、2000本という目標があるんでね、やっぱレギュラーで出ないときはやっぱきついんですよ、そこを今で頑張ってほしいなって思います。はい、